ブチャン様、そして MA 様前へご登場します。それでは参りましょう。ブチャン様、一言お願いいたします。頑張ります。それでは MA 様、お願いをいたします。はい、MA です。3年ぶりマスターピース開催、おめでとうございます。その3年前に、止まった時計があります。今日3年ぶりに動かしたいと思います。お願いします。はい、お願いします。お二人へのお題はこちら。鬼退治の途中にどんどん動物アレルギーが発生しました。鬼退治の途中にどんどん動物アレルギーが悪化してしまったものだろう。この題で3分間スタート。あんなにお供に動物を連れているの。そうですね、調子も難しいと思うね。ブチャン様、お母ちゃんにだから言ったでしょって怒られた。動物だけはやめときなさいって。MA 様、さすがに見かねた鬼が解放に回った。どうしたんだお前、ブツブツじゃないか。あれが分かるんですか。1分が経過しています。さあ、残り1分40秒ぐらい。やはり一発大きいものを出すのが大事。ねえ、MAもしかしてと思ってきび団子を食べたらちょうどお腹いっぱいになった。治ったりはしないですね。ブチャンさん、治んないならこれ捨ときなさいってシンナー渡された。痛みをやらせようだけど。MA 様、もっと強い子供に産んでほしかったと故郷の方角を見た。上流の方を。残り30秒ぐらい。はい、ブチャン様、かわいそうだけど犬を川に流した。そこまでしなくていいんだ。MA さん、医師が同行していて事なきを得た。向かって左、ブチャン様の方が拍手。ブチャン様の方が拍手。